私に服従しなさい。実に聡明だ。あんな風に乱暴に人類を理解するのは人でないものだけだと思うわ。それにしてもあなたって本当に暇なのね。孫子に怒られるのが怖くないの？別に怒られるようなことはしていない。あなたが試した技術についてケビンは知らないんでしょ？君は珍しい実験対象だ。あのゼーレという少女は聖魂の意志から独立していたが、君はまだ混沌の中にいる。天命の二人のエス級バルキリーに関しては彼女たちの覚醒は特殊すぎて症例として不十分だ。まさかあらゆる覚醒者の聖魂の意識を呼び覚まして彼らの元の意志に取って代わらせるつもりなの？そうすれば聖魂計画が成就した後の世界は速やかに繁栄することができる。孫子は気にしていない。それはつまり反対していないということだ。しかしこの実験は失敗に終わったようだな。実に残念だ。人類はあなたが思っているほど簡単に支配できるものじゃないわ。それで渡りガラスは？彼女はヨルムンガンドに追われることになるだろう。私が君を処刑した後にな。面白いことを言うのね。ほう。あなた私自身との会話を聞いてたんでしょ？ああ、あの虫けらを切り裂けとか言っていたな。しかし彼女は気づいていないようだ。自分こそが鉱石の採掘の際に生まれた廃棄物だということに。私にとって変わらせるつもりなんじゃなかったの？そうだ。だが先ほども言ったように実験は失敗に終わった。それならこれ以上埋没費用に気を使う必要もない。なるほどね。ケビンがあなたを聖魂計画の防衛線にした理由が分かったわ。あなたは確かに冷静で、ハイヘビの中でも人間性に欠けた部類なんでしょ？お褒めに預かり光栄だ。聖魂計画の最も堅実な守護者として、それ以上の肯定的な言葉はない。そして、その見返りに、私は先ほどまで君たちに対する基本的な礼儀を守っていた。君たちがどんな犯行をしようとも、この星で起きることは全て聖魂計画の監視下にある。君がここまで深入りせずに聖魂計画の根源を揺るがそうとしなければ、君や君の仲間が何をしようと私は大目に見るつもりだった。これは孫子の意志でもある。何しろ対局とは無関係だからな。適度に異議を唱える者がいた方が聖魂計画も長続きするかもしれない。しかし君はよりによってここに現れた。君たちには十分な自由を与えたというのに、なぜそんな風につけ上がるのだ？ええ、なぜでしょうね。旧友の思いを正しく理解できずに、運に任せてバックドアを探して、結局全てが徒労に終わった。どうして私はここにいるの？確かに、私はそう考えていたわ。でも今、あなたが答えを教えてくれた。今、あなたは私を恐れている。そうでしょう。すぐに刀で語ろうとするのは、
君の悪い癖だな。あら、もう逃げるつもりなの？適材適所というだろう。どちらかというと私は管理や調整が得意なんだ。実際の後始末は道具に任せてもこと足りるだろう。強風に私に服従しなさい。あなたの言ってた後始末。制服の雷電、やはりその名にふさわしい。だが君は自分の立場を理解していないようだ。この声どういうこと？どうやら実感できたようだな。君たちは最初から聖魂計画の支配下にいる。もはや逃げ場などない。困惑しているのか。君たちの一方的な人助けは人類に認められていないらしい。信頼なる雷の術者、君が向き合っているのは私や君自身の心だけではない。君たちが必死に解放しようとしている人類の夢だ。なるほど。聖魂計画を編み出す存在がいる以上、それを編むための針と糸も必ず存在する。だから聖魂計画を支える礎石として、人類の夢も当然この空間の中にある。また切らないといけないものが増えたわね。ライデン・メイ、いくら君が強くても多くの人々の弱さや卑小さは隠せない。わかるか？君は今彼らの唯一の避難所を壊そうとしているんだ。いささか身勝手が過ぎると思わないか？どうやら彼の弱点も。ハイヘビ、あなたは律者というものが何なのか忘れてないわよね。ここはあなたの口癖を送るわ。破滅、そして神聖へ。どうやら私の策には穴があったようだ。律者とは純粋な概念、そして純粋なものは必ず全てを破壊する。君たちが関心を寄せる善悪とは関係なく、これはただの自然の断りだ。だからこそ君たちは永遠に人類の敵なのだ。エリシアが自身を犠牲にしている、プロメテウスが崩壊の意志になったとしても、虚数への道は眉に占拠されている。分かったか？今の君の行動と同じように、君たちは常に人類の征服者であり、人類にとって私たちより劣る存在かもしれない。あら、戦術を変えて言葉で時間を稼ぐことにしたの？どうやら君は私の言い分に異論はないようだ。
あなたって本当に自信過剰なのね。でもここであなたを切ったところでまた別のハイヘビが現れるんでしょ。理性的な判断だ。いいわ。時間稼ぎがどちらにとって有利なのか比べてみようじゃない。虚勢を張っているのか。ハイヘビー、あなたはこの話を知ってるかしら。昔々、ある老人の家の南側に二つの大きな山があって、彼の家に続く道を塞いでしまっていた。ある日、老人は息子たちと共にその大きな山をクワで崩して別の場所に移そうと決めたの。すると隣人は彼を嘲笑った。老人と息子たちだけで二つの山をどうにかできるわけがないって。でも老人はこう答えた。私が死んでも息子がいる、息子が死んでも孫がいる、子々孫々まで続ければいい。二つの山は確かに高いが今より大きくなることはない。掘れば山は必ず小さくなる。それならいつかは成し遂げられるはずだって。君の知能は小学校の教科書レベルなのか。言っておくが、その老人は自分の力で奇跡を起こしたのではない。神を感動させたことで奇跡が起きたのだ。最高の皮肉だと思わないか。それは神様をどう定義するか次第ね。私の仲間たちはすでに自分の行動で証明したわ。美しい世界を守るために戦う、それはただのスローガンなんかじゃない。この道を歩き続ければ、いつかこの道を歩いた人はこの世界の本当の神様を、人類そのものを感動させられるはずよ。それで時間稼ぎが誰にとって有利なのかまだわからないの。うまいことを言う。見せかけの前向きな考えを貫き通せば、いつか人類の多数派になれるとでも思っているのか。あなたは勘違いしているわ、ハイヘビ。これは私の考えじゃない。これは十三英傑の人生そのものよ。ヨルムンガンドは英傑の失敗ではなく彼らの勝利を続けている。雷の律者、君は偉大なる刻印を浪費しているだけに過ぎない。愚行依存の伝説も所詮は笑い話。無謀なものはトローに終わる運命だ。吠えなさい、栗から。ひとたまりもないわね。そうか、こいつは人々の夢から生まれた巨樹の残骸。聖魂空間にある人々の夢が続く限り、こいつが消えることはない。人類は甘い夢を捨てられない。たとえそれが壊れやすいものだとしても。わかったか。君が対抗すると決めたものは人類の差がよる選択だ。人類の選択ですか。クリから無謀の衆の選択の間違いでしょ。ハイヘビが沈黙した。
国から。自殺しているの？終わったわね。何か言うことはないの？違う、君じゃない、君たちじゃない、君だったのか。これは以前の接触のせいか、私は子供だましの発言にはめられたのか。まあいい、生死不明の裏切り者より生きている裏切り者の方が厄介だ。私たちは先進的な生命だ。人類に学習してもらうことが彼らを進化させる唯一の正しい方法だ。バカバカしい、君は誰を解放できると思う？愚か者め、世界を動かしている執行者にはそもそも子供時代などない。ハイヘビの体が実存主義とともに壊れた。でもどうして？他のハイヘビも現れない。これは終わったってこと？ライデン・メイさん、あなたですか？ええ、こちらライデン・メイ。ディランダルさん、成婚計画に新しい変化でもあったの？こちらは少しいいハプニングがあったわ。私も理解が追いついてなくて説明するのは難しいけど、とにかくハイヘビが故障したの。もう私たちの邪魔をしてくることもないと思う。先ほど聖魂空間にかかった霧が一瞬消えたので、今まで隠されていたあなたとビーコンの反応を旋回一条で補足できました。私たちが理解しているかどうかは別として、以前のブローニャさんの強制停止とは異なり、今の成婚計画の兄は自発的に変化しています。でもあのビーコンは思ったほど役に立たなかったわ。あれは過去から未来に宛てた手紙だった。起源の権能に関連する実際の機能はなかったの。待ってください、これは？メイさん、性質不明の領域があなたのビーコンに高速接近していて、2つの信号の波形は酷似しています。何ですと？このままではあなたたちの空間が融合してしまいます。